はい、タリーンってとこでチームデスマッチをやっていきます。で、武器が、無料期間のうちにね、無料期間っていうかなんか、ベータテストだと全部の武器変えるんで、今のうちにいろいろ試していこうと思います。SIZ556XI、シグですね、これきっと。カーボンって書いてる。で、これを使っていきます。なんか数字見た感じだと、なんか HK416 っぽい感じなのかなと思ったんで、使っています。で今回ね、スチーム版の、うわ、すげえあれ出るな。目の前についているし。いた！そこ、奥に人。ほら！ああ、ダメか。で、なんか、スチーム版のブラックスクワットには AK がないんですよね。AK12 がなくて SR47 だっけ？もうないんだよね。ただ、その代わりに、HK417 の、417と、あと、タイプ89っていうフルバップ方式のライフル。あの2つがどうもね、AK と SR 枠っぽいね。SR47 枠っぽい。タイプ87かな ?AK っぽいのは。おー、びっくりした。奥にいる。なんで多分そっち、AK 使う人はそっち使ってっていう感じ。うわー、やべ。リロードしなきゃだった。まあ、私は AK 得意じゃないんでね、もうちょっと連射が効く、この武器を選んでます。まあ、なんかね、すべての武器が微妙に日本版とは仕様が違うからね、結構新鮮なんだけども。はい、この、スチーム版は総じて集団が悪い感じがするなぁ。あと、このマップね、このマップもちょっとやったことないんだけど。結構あれだな。クソマップっぽい気がするな。まあ、ルートが少ないっていう意味でね、狭くてルート少なかったらもう、クソマップ、みたいな。おー、負ける。MP7 に負けてしまう。あ、奥にいるし。よし、ヘッド抜いた。おーい、まだいる。もう一人いる。ちょっと避けて。あー、負けるか。そう、近距離 MP7 強いか。あ、もう速攻出てきたし。まあ、この武器は結構使いやすいですね。まあ、HK416 とは言わないけども、まあ、アサルトライフルの中では素直な感じかな。ただいかんせんヘッドが出しづらい気がする。おっと、危ねえ。さあ、47対57。よし、もう一人。あ、あれ一人死んでない？あー、重なってただけか。ハックとか言ってる。裏にね、出てきたところ、あー、味方が倒してくれる。で、横。ここ結構デンジャーゾーンなんだよね。あ、いいね。あー、ダメか。最後の人に気づかれてしまった。あ、今倒したのはタイプ89ですね。あ、タイプ89ね、弾が35発なんですよね。AK と比べたらちょっと強いんじゃないかっていうふうに思うんだけど。あと、まあ、テスト段階ではガチャはないですね。なんかポイントを800ポイントぐらい貯めたんだけど、引けない、ガチャがないんで、この1ポイントの使い道がなかったです。うわ、クソエイムしたな。正面行くか。正面から、適当にグレを投げて、奥にいたね。あいつを、撃っていく。で、横から入って、おー、来てる。後ろは見ていない。いた！よし、ヘッド抜いた。で、またこっから出てくる敵を、出待ちして、おっと、いた。ヘッド抜いて、さらに奥から、裏向いた方がいいか。うわっ！いたのかい。おお。まあ、だいぶ単純な構造のマップだから、本当に打ち合いしたい人向けのマップなのかな。おっ、今日拾いた。よし。あとね、強そうな武器っていう意味だと、まあ、そのタイプ87っていう、まあ、AK 枠、濃い武器とこいつと、あと EF88 もね、結構使いやすかったんだよね。で、まあ、他、MP7 とかちょっとね、まあ、相変わらず弱いっすね。豆鉄砲って感じ。初期武器になってたんだよね、今回。最初から持ってる武器が、なんだ、タボールと MP7 と、なんかよくわかんないスナイパー。MSA11 だっけ？そんな感じの名前のスナイパーライフル。なんで、まあ、あれはきっと弱いのかなっていう気がするね。まあ、サブマシンガンで遊びたいんだったら、MPX なかったんだよな。なんかあれクリス・ベクターかなにした方がいいかもしれない。ああ、もう結構勝ってるね。味方がやっぱ強いのかな、今回は。ただデスマッチでこうやって知らないマップで遊べるのはいいっすね。あと何よりね、デスマッチができるってのがいいね、そもそも。チームデスマッチ日本じゃできねえんだよな、もう人がいなくて。部屋が立ってね、だいたいログインしても、マクロの部屋5個ぐらい立ってるだけで、あとは AI 部屋でしょ。おーっと、打って、ね、左側。あー、マジか。タイプ95。95か、俺85って言ったかな、さっき。そんな感じですね。デスマッチが好きなんで。これの正式が始まったらもう基本こっちやってることになるのかな。あと1キル、1キルが欲しい。あー、眩しい。見えねえ。おら！あー、ダメか。で、終わりましたね。まあ、シグ556結構使いやすいんでね、これの正式始まってからも、これをまず使っていこうと思います。以上です。